40歳未満でホルモンの数値が閉経レベルになっている場合は、早発閉経、早発卵巣不全の可能性があります。本来であれば50歳前後で起こる閉経が40歳未満の若年者で起きてしまうのです。40歳未満の女性の 1%、 30歳未満の女性の 0.1% に発症すると言われています。原因は染色体遺伝子異常、自己免疫疾患、遺伝性などが知られています。遺伝性とは何らかの病気の治療などによって発生するもののことを指します。何ヶ月も生理が空いてしまうことがあれば、必ず婦人科でホルモン検査を受けてください。治療についてですが、この病気は進行性のもので、卵胞が減少してしまっている状態です。将来妊娠を希望している方については、この減少してしまった卵胞を再生する方法がないため、治療をしたとしても妊娠することが非常に難しい病気です。妊娠が許される状況なのであれば、早い段階での妊娠を試みる、または早く卵子凍結をするなどの対応が必要です。したがって、この病気を早期に発見することが非常に大切なので、生理不順は放置せず、必ず婦人科を受診してください。また一度の検査で診断に至らないこともありますので、必要に応じて再検査を受けてください。妊娠を希望していない方については、骨粗鬆症や動脈硬化などの予防のために、50歳頃まではホルモン補充を行ってください。生理がなくて楽だから治療しなくていいですという方がいらっしゃいますが、骨粗鬆症は知らないうちに進行していきます。骨粗鬆症が原因で骨折し、寝たきり生活になることもあります。また動脈硬化が進行すると、若くして心筋梗塞などにかかり、命に関わることもあります。もちろん女性ホルモンが低下することにより、見た目も衰えますし、性生活にも影響します。最低でも50歳近くなるまでは治療を継続しましょう。生理不順の原因は様々です。様子を見ていいもの、すぐにでも治療を開始した方がいいもの、自分で診断することは難しいため、必ず婦人科で検査を受けてください。